こんにちは、またです。先月、岸田総理が2030年の半ばまでに最低賃金を1500円にするって言ったんですけど一見すると、おお、いいじゃんって思いますよね。最低賃金を1500円にしようと思ったら景気が良くないとできないんです。景気が良くないのに最低賃金が1500円だったら 多くの会社が倒産する、もしくは多くの人がクビになります。ですから、本当に1,500円にしようと思ったら、増税なんかやってはダメなんですよ。社会保険料の引き上げでも同じなんですけど、こんなことをやっていたら、景気は良くなりません。幼稚園でもわかりますよね。 増税が大好きなんですですから自民党の総裁選の時賃金倍増させますって言ってましたけどこれと同じ類だと思いますできません多分ね。じゃあ仮に最低賃金が1,500円になりましたってなった時じゃあ国民の給料が上がるかどうかこれが一番重要ですよね。 平成16年の最低時給は679円だったんですけど今年は1002円ですですから20年間で320円ぐらい上がったわけです一方で日本人の平均給与はどうなってるかというと平成16年で438万8000円ですそして令和3年で 万円です。ほとんど変わってないんです。ですから平均時給が上がっても日本人の給与に与える影響は小さいってことです。ですから岸田総理は平均時給を1,500円にするって言うんではなくお金をどんどん使って皆さんの給与を どんどん上げますって言うべきなんです日本は財政破綻しませんからお金をどんどん使って民間の給与を上げるべきなんです政府がお金を使えば民間の財布に入りますから景気が良くなって賃金だって上がってくるわけです今自民党がやっていることはその逆なんです民間の財布からお金を奪っているわけです だから景気が良くならないんですよ。インボイスの消費増税もやりますから、本当に景気を良くする気がないですよね。第二四半期の GDP が4.8%になった景気がいいんだって言ってますけど、あれは勘違いです。詳しくは説明しませんけど、勘違いです。計算のあやです。実際は、 個人消費が落ちていますからよくないです。こうやって日本人はお金も命も奪われて消えていく、こういう運命が見えてます。今、買えないと手遅れです。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。